急にどうした？ルートが。結局水も来たのか。これボスかな。あ、ボスだな。花のやつでしょ。強化ギルダーバイン、使い回し。水ってことは土か。全然ダメージ。土かな。土。顔だけ狙った方がいい。なんか敵一歩も動けない。あれかな、あの足全部壊せば大丈夫。兵力入ってる。ボスラッシュという名のザコラッシュが待っているのかも。土じゃない。あ、こいつあれだね、火じゃん。どう見てもこれ植物じゃん。モール、あの子さ。君は全体回復を使ってくれませんかね。これちょっと実験するか。今セーバー入ってる。セーバー入ってるけど水優先っぽいな、さすがに。水優先だね。一発属性優先だわ。無理やり倒せそう。覚えてない。よし。ドヤフィニッシュ失敗。経験値おいしい。どんどんメリメリとレベルが上がっていく。あと全員同じ経験値でレベル上がるんだったらさ、あの全員分出さなくていいよ。もうほんと全員同じタイミングでレベル上がるんだったらもう統一でいいんじゃないかって思うんだけど、バラバラだったらね意味は分かるんだけど、一緒じゃん。どっち？逆だね。全員同じタイミングでレベル上がるんだったら経験値は一つでいいよね。土か。バジリコ。経験3だったかな。バジリックってクソ強かった。あの石化、全員が石化するとこのゲーム死亡だからさ。装備や道具を整えましょう。もらうよ。なんか星が全員倒せる。どうだ。バグアグ拾う。レベル高すぎる。よし、次。
番めちゃくちゃだね。よし、いい感じ。マシンゴーレムだ。どこからでも上がってこい。デスマシン。強ない。さすがにこれは。あ、これが効かんからか。いや、機械の水にめちゃくちゃ弱いから。どんどん行くよ。みんなで掴んだ勝利です。精密機械なんかね、水つけたら一瞬で壊れる。また三角で開けようとしてる。ゼルダか。三角で開けるアイテム、アイテム開けるゲームは。どれどれ、貴重なものかも。よし、まああると思ってた。でもこれでもう全員分か。終盤が近いと思っていいのかな。お、コンプリート。よし、ね、急に創生戦闘になりました。カン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 。これくらい集めしまいだね。爆発スリュー。あれ、爆発したのはあれか、マシンゴーレムか。ほらボスナッシュという名のザコラッシュじゃん。弱点は、弱点わからないんだったらパワーアップしてんだよ。これでどう？上手は玉です。気分が悪くなった。よし、どんなもんだ。せー、仕掛けてー、仕掛けてー。よし、どんなもんだ。だいぶ切るもんね。どんなもんだ。合わせてもらうよ。まだ終わらないよ。しっかりして。止まんないよ。全体回復をしてほしい。ここは引き受けるよ。あかん、不足になっちゃう。まあ大した問題ないか。なんか大ダウンしてる。よし、あばよ。
の全力。経験値が美味しいです。どんどんレベルが上がっていく。よし、 100%。 うん、もう2回ぐらいありそうだな。みんな止まって、ディラブロスがいる。あれもういた。違うやろ、これ記憶の方やろ。あれはあのまがまがしい姿ではないな。彼もまた過去の思いなのでは。魂の森人時代のライザ氏を見かけたように。マナの女神、これより私は神獣退治に赴く。困難な旅路になるだろう。だが他ならぬあなたの加護があれば恐れるものはない。セルリアと共に生きていく未来を掴むため、八体の神獣を打ち倒し、木が回っております。この世界に平穏を。草が綺麗なディロフォース。彼はソロだったんですね。英雄ディロフォロスですわ。ティレスの演劇で伝わる通りの。でも現実の彼は変わってしまった。英雄が女神を倒す物語なんて絶対に紡がれたくないよ。そうですね。残された思いを受け止めて進みましょう。まさに英雄たる姿だったな。私たちが思い描いていた姿だ。同じ人って分かってるけど、なんやもう別人みたいや。沼っち、あ、もういるじゃん。またディロフォロスだ。ルサイ石にいるということは水の神獣を封印するときのことでしょうか。静かに、何か言ってるみたいだよ。神獣を相手にするのはこれで何体目となるか。あ、目つきが。ガンドーンを封印すれば地に満ちた水も引くだろう。行き場を失った多くの民を救わねば。祈っていてくれ、セルリア。私もまたいつでもお前を思っている。行くぞ。行くぞ。あなた疲れてるのよ。僕たちはみんなで力を合わせてきたけれど、ディロフォロスは一人で戦っていたんだ。神獣を8体、たった一人でなんて、なかなかしんどい戦いやな。聖剣の加護とディロフォロスの覚悟、どっちが欠けても神獣討伐は成し得なかったんだろうね。知れば知るほど胸が痛みます。ああ、この先を知りたくないと思うんでしょうか。どうしてセーブポイントがあるんですかねと言いたいところなんだけど、別にボス戦前に特になかったんで、今で半分ってところかな。少し休憩しよう。宝箱2つぐらい。てかここ広いな。もらうよ。これめんどくさくね。連打したら入ると同時にジャンプして。このまま運んでくれるみたいだね。
えっ、びっくりした。柔らかい。もらうよ。頼むよ。あと宝箱が2つ。うまみつ。一応戦っときたいね。この先に進んだらターミネーターだな。CV 源田鉄章。水の敵だからあんまり水効かないと思ったんだけど、あんまり言うほど水を。あ、手なこいつ。助かったよ。相手が悪かったね。こいつらはさすがにあんまり近いんだ。やっぱ水属性だから倒しきるまでいかない。どんどん行くよ。これが魂のモリフトの力さ。よし、こっち、ここ、ああここか。なんかボスいるかこれ。カニ、違う、お前か。まあこいつには水しかないと思う。これはよっ、暗い。これはさすがに風だよ。攻撃当てにくい。溜め攻撃もできない。ゼロ。ここれはもう。雷。あんま効かんな。貴属性の攻撃をしてみようっつってたの。貴属性にチェンジ。あ、弱点になった。水のくせに火に弱えのか。ダメージソースであるあのため攻撃も水神器も使えないんで、やっぱ水敵が一番強いなーっていう。やっぱためこのため攻撃が一番のダメージソースなんだよ。パワーアップ。はい、なんか壊れたらしい。今250だったね。500
弱点属性を使う威力が話にならんぐらい上がる。すさまじい回復量。俺振動切ってるからさ、振動鳴らないんだけど音だけ鳴ってる。音だけ振動のガタ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 って音だけ鳴ってる。これはきついな。回避優先だな。こっちじゃねー。よし、どんなもんだ。もう一丁。もう一丁。ドヤ顔、ドヤ顔フィニッシュ。全然ダメージ入んね残念。ドヤ顔フィニッシュ、失敗。ね、この強化シュリゲーター系は何に変えれるんですかね。MP 回復じゃねえな、必殺ポイント回復だ。まあ逆に言えばこれで水は終わったんで。よし。景色がコロコロ変わってどこにおるか。あと左上ね。ないのような違う。なんとも言えない感覚だね。割れる前に自ら脱皮。はっ。このままこのまま運んでくれるみたいだね。上？下？アイテム。画面端っすね。下か？じゃあ。入れないですけど。ここ乗れないんだよ。こういうの本当にやめてほしい。ここか。あった。ペインマジックオール。魔法を読めなかった。魔法使用したとき
自分全員の1ポイントをシャンパーセント。これ仲間が魔法使うと俺の体力も持ってかれるのっていう、まあラストダンジョンで手に入るねアビリティなんだから強いんだろうねって、おそらく、はい、このまま運んでくれるみたいだね。よし、幸運を運んできそう。こちらはもう戦った記憶があるんだ。事実が次から次へと。いいですよ、ワッシュはほんま何にも変わらんな。むしろ安心するわ。好きなだけ記録してていいけど、あんま離れないようにね。わく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 スピラコート、これで全員分の防具が更新されたかな。ボードチェック。威力の高い魔法が欲しいなと。これ覚えようと思うとここまで飛ぶからな。ヘルフェニックス強そう。でも下の魔法覚えてないからな結局ね、威力高いと思ったけどそんなにほど高くもないんだよな。味方全員の状態異常付与率 20% アップだからさ、これ覚えたらバルの凍らせ確率も 20% 上がるんじゃない。精霊との絆を感じます。そして、必殺技ダメージ 30% これ、覚えときたいね。攻撃魔法の威力もアップするし、低ヒットポイントの時勝手に回復するっていうのもあるね。回復アイテムも 80% 増は結構でかい。250しか回復しない人もほぼ倍になるからね。もう一個ぐらいなら覚えれるか。これいいんじゃないですかね。お、必殺技で敵の体勢無視し、これでかくない？覚えられないけど、水耐性の敵にも無理やり大ダメージ与えれるんだったら、ダメだね、足りないね、いろいろ。まだこの上が解放されてないってのにね。よし、逆じゃね？クマミツ！ターミネーターはもう飽きた。もう何度も戦ったからいいっすよ。